まずは座った状態から始めていきましょう。両肘を曲げて伸ばしていくよ。しっかり曲げてからしっかり伸ばしきることが大切です。自分のペースで呼吸を止めないで行ってみてね。しっかり肘を伸ばして曲げる。伸ばした時に二の腕に力が入っているのを感じながら行ってみてください。頑張れ。曲げて伸ばす。いい感じ。次はそのまま伸ばした状態で両腕を内外とねじっていきます。普段ねじらない範囲までしっかりねじって、しっかり肘を伸ばしてくださいね。腕を外、内、ゆっくり自分のペースで行ってみてください。早いのがいいわけじゃないよ。自分のペースで大きく内、外と伸ばしていきましょう。次は正面に向かって片方ずつパンチしていきます。気合い入れていくよ。頑張れ。ゆっくり自分のペースで肘を伸ばしきる、曲げる、伸ばしきるを意識してやってみてね。余裕があれば内側にちょっと拳をねじりましょう。ゆっくりでいいですよ。肘をまず伸ばしきることが大切です。今度は後ろに肘を伸ばしていきます。これは二の腕引き締まるよ。しっかり伸ばして曲げる、伸ばして曲げる。呼吸を止めないで二の腕をギュッと力を入れて伸ばしていきましょう。焦らないで、余裕があればしっかり腕を曲げて伸ばす。これを繰り返してみてください。ちょっと前傾になっても大丈夫だよ。自分のペースで伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる。いい感じ。次は肩甲骨を後ろの方向に大きく回していきます。肩甲骨を意識してみてね。ゆっくり自分のペースで大きく円を描くように肩甲骨を動かしていってね。これがきついなって方は肩に手を置いて大きく円を描くように回していきましょう。ゆっくり自分のペースで行ってみてください。いい感じだよ。肩甲骨動いてるね。みんな頑張れ。次は肩甲骨を乗せていきます。まず手のひらを上にして両腕を横に広げていきましょう。しっかり良い姿勢で肩甲骨を寄せていきましょう。肩、腰に痛みがある方は痛みがない範囲で行ってみてください。手を90度にして横に広げていきます。その時に肩甲骨がキュッとひっつくイメージで行ってみてね。肩甲骨寄ってるよ。頑張れ。次は両手を万歳した状態で手のひらを外側に向けて下ろして胸を張ります。自分のペースで手を上から下に肩甲骨を使って下ろしていきましょう。手を下ろすときには手のひらを外側に向けながら胸を開くように下ろしていきましょう。普段動かさない場所なので大きく動かしていきましょう。今度は指先を後ろに向ける形で手をついて肘を伸ばして胸を張りましょう。ちょうど力こぶのところが伸びてくると思います。自分のペースで行ってみてください。やっぱりここが硬いとね、猫背になったり巻き肩になったり二の腕に脂肪がたまりやすくなったりします。しっかり伸ばしていきましょう。自分のペースでいいよ。呼吸を止めないでゆっくり呼吸をしながら伸ばしていきましょう。いい感じ。次は腕を真横に伸ばして肩と胸を伸ばしていきましょう。手をなるべく後ろにぐーっと伸ばしながら胸を広げていきます。
自分のペースで行ってみてください。胸が痛気持ちいいなって伸ばしているのを感じながら、ゆっくり呼吸を止めないで伸ばしていきましょう。いい感じですよ。手を遠くに伸ばすイメージだね。あと少し。次は両手を斜め後ろに持っていって、肘を伸ばしたままぐるぐる回していくよ。無理をしないことが大切です。これが難しいなって思う方は、肘を曲げた状態でも大丈夫だよ。ただ肘を伸ばして回す方が二の腕に効いてきます。みんな頑張れ。効いてるよ今。私も辛いです。頑張っていこう。次は休憩ストレッチです。手を横に置いて体の横側を伸ばしていきます。自分のペースで行ってね。これは休憩です。自分のペースで呼吸を止めないように行っていきましょう。ちょうど脇の下、脇腹が伸びていれば OK です。自分で横だったり、ちょっと斜め前にしたり、いろいろ工夫しながら伸ばしていきましょう。呼吸を止めないで、ゆっくり伸ばしていくよ。いい感じ。次は反対です。反対側もゆっくり横側を伸ばしていきましょう。自分のペースで行ってみてね。反対側も同じです。呼吸を止めないで、脇の下、脇腹が伸びていれば OK です。自分のペースでゆっくり横だったり、ちょっと斜め前にしたり、工夫をしながら伸ばしていきましょう。呼吸止まってるよ。呼吸してね。大丈夫、いい感じだよ。次は後ろに向かってパンチしていくよ。これも気合い入れていこう。頑張れ。まずしっかり肘を伸ばしきる。二の腕を使っていることを感じながら行ってみてね。急がなくていいですよ。ゆっくり自分のペースで行ってみてください。パンチしてる時に背中が丸くならないように、上から吊られているようなイメージで後ろにパンチパンチやってみてください。いい感じだよ。二の腕効いてきたね。次は手のひらを合掌して、頭の後ろまで肘を曲げ切る、そして伸ばし切るストレッチだよ。しっかり曲げて伸ばし切る。これも慌てる必要はないです。自分のペースで行ってみてください。これも座ってる時に背中が丸くならないように意識しながら、伸ばして曲げる、伸ばして曲げる。早くなくていいよ。自分のペースで二の腕に力が入ってるのを感じながら行ってみてね。これもきついね。さっきもやった休憩ストレッチです。しっかり肘を伸ばして胸を張るように意識してください。まず胸をぐーっと伸ばして、肘もぐーっと伸ばしていきましょう。余裕があれば、もう少し後ろに手をつくとより伸びてきます。自分のペースでぐーっと胸を張っていきましょう。いい感じですよ。休憩ストレッチだから無理しないように自分のペースで行ってみてください。いい感じだね。次はクロールです。プールで泳ぐイメージで腕を大きく、肩甲骨を回していきましょう。しっかり肩甲骨を使って腕を大きく回していきます。もうイメージはプールの中で優雅にクロールをしている、そんなイメージを浮かべながら回してみてください。難しいなって方は肘を曲げて肩につけて大きく肩甲骨から回していきましょう。いい感じだよ。
次は頭の後ろで肘を持ってゆっくり二の腕を伸ばしていきましょう。このストレッチも無理をしないで自分のペースで行ってみてください。ゆっくり二の腕、そして肩甲骨をぐーっと引っ張りながら伸ばすイメージで行ってみてね。痛気持ちいいなって感じるところでストップをしながら呼吸を止めないで行ってみてください。呼吸止めないで、はい、反対です。反対側も頭の後ろで肘を持ってぐーっと二の腕、肩甲骨を伸ばしていきます。ゆっくり呼吸を止めないで自分のペースで行ってみてね。みんなここまでめちゃくちゃ頑張ってますよ。二の腕効いてるって思いながら楽しくストレッチをやっていきましょう。無理だって思ったら休憩しても大丈夫なので、自分のペースでゆっくり行っていこうね。二の腕効いてますよ。あと少し。次は指先を前にした状態で後ろに手をついてストレッチを行っていくよ。あと少し。しっかり肘を曲げて伸ばしきる、この繰り返しです。曲げてる時に背中が丸くならないように胸を張ることも意識しながら行ってみてください。もし曲げるのがきついなって方は肘を伸ばすだけでも効いてます。ゆっくり自分のペースで行ってみてね。いい感じだよ。曲げて伸ばす、頑張れ。次は真横に左右交互にパンチしていきます。しっかり腕をねじってパンチしていくよ。しっかり腕を伸ばしていきましょう。腕を伸ばすときに拳を内側にねじっていくともっと効果が出てくるよ。自分のペースで真横にパンチしていきましょう。いい感じ。手をぐっと長く伸ばすイメージで行っていきましょう。次はさっきと同じ休憩ストレッチです。体を横側にゆっくり伸ばしていきましょう。はい、休憩ストレッチなので自分のペースで無理をしないでください。ちょっと指先を遠くに向かってぐーっと伸ばすと横側がゆっくり伸びてきます。いやー、みんな頑張ったね。もう後半ですよ。ゆっくり自分のペースで伸ばしてみてね。はい、反対です。反対側も横側をゆっくり伸ばしていきましょう。呼吸は止めないように、呼吸を止めないでゆっくり伸ばしていきましょう。休憩だからね、無理をしないで、もうやめてもいいんだよ。休憩だからゆっくり自分のペースでストレッチを行っていってください。あと少しで終わるので、みんな頑張っていこう。私はいい感じに二の腕効いてます。みんなも頑張れ。次は肩をぐっと上げ切ってストンと下ろすストレッチです。肩こりの方にはすごくおすすめです。しっかり上に上げ切って下ろす、上げ切って下ろす。ちょうど肩が凝るなって感じてる部分をぎゅっと上に力を入れてストンと下に下ろしていきましょう。余裕があったら少し胸を張ってやるとまた効果が上がります。ぎゅっと力を入れて下げる、上げて下げる、この繰り返し。いい感じだね。次は首のストレッチです。手を後ろに回して首を横に倒していきましょう。ぐーっとゆっくり首のストレッチを行っていきましょう。首のストレッチなので本当に無理しないで、一
ちゃ気持ちいいなーって感じるところで呼吸を止めないで行ってみてね。手の重さで少しずつゆっくり伸ばしていきましょう。呼吸を止めないで、いい感じ。はい、今度は反対側です。反対側も同じように首をストレッチしていきます。反対側も同じように首のストレッチなので無理をしないでゆっくり伸ばしていきましょう。伸ばしている時に肩に力が入らないように肩の力を抜きながらゆっくり呼吸をしながら伸ばしていきます。気持ちいいね。めっちゃ気持ちいいなって感じるところでキープしてください。いい感じですよ。いよいよ最後です。両手の指先を手前に向けた状態で床に手をついて手首を伸ばしていきましょう。手のひらが全部床につかなくても大丈夫ですよ。このストレッチはデスクワークの方すごくおすすめです。やっぱり手のひらだったり前腕が凝ってる方が多いのでゆっくり自分のペースで伸ばしていきましょう。こういうストレッチの時もね、呼吸を止めないでゆっくり伸ばしていくよ。みんな本当にお疲れ様でした。これで以上になります。二の腕効きましたね。私もしっかり引き締めていきたいと思いますので一緒に毎日続けて頑張ろうね。それではまた、バイバーイ。Let me tell you a story.